40島40島は、瀬戸内海、松山市の高浜港の南約700メートル、黒岩と呼ばれる、四国本島の岬から目と鼻の先、五五島の黒崎から40島瀬戸と呼ばれる海峡を挟んだ位置にある、面積約0.0002平方キロメートルの小島、無人島、別名ターナー島。北緯33度52分43.6秒。 東百132度41分48.4秒、北緯33.878778度、東三132.696778度、33.878778、132.696778。地盤は、松山市高浜町一丁目をつ115番地。全体が、加工線緑岩の三つの岩礁からなる、当諸群で、松以外に、植生は、 ほとんどなく岩肌が露出している。周辺海域は南北方向の海流が急。松山港に入出港する旅客船、フェリーからも目にすることができる。正式には40島であるが、夏目漱石の小説、ぼっちゃんを特に意識する場合、ぼっちゃんに出てくるターナートといい同小説では青島と登場する。小説によると、 坊っちゃんと一緒に船釣りに出た、京都、赤シャツがターナーの絵のようだと言い,い、野大古こと、野田が、ターナー島と呼びましょうと応じたことに由来する。松はターナー賞とも呼ばれる。また、正岡式も俳句に読んでいる。島というよりは岩将軍であり、漱石が松山に赴任していた頃は、松で青々としていた模様だが、その後の松食い虫の被害などにより、 1977年には松は全滅した。翌年から地元の元小学校教員の特殊化が松の植栽に取り組み台風の被害も受けたが中央及び北の岩礁には2006年現在24本の松が根付いている。ただ地質が脆く波浪や海流の影響を受け年々細っている。こうした活動が評価されさらに継承していくため、 2005年に所有権が愛媛県から松山市に移された。2006年11月には文化審議会により登録記念物とするよう答申され、2007年2月国に登録された。ありがとうございます。